倉倉林林子子日本共産党の倉林明子です私は今日福島第一原発事故による営業損害賠償問題について質問いたします。営業損害賠償につきましては、昨年末、来年2月の打ち切り草案が示されまして、あの福島全土に大きな怒りを広げることとなりました。打ち切り案についいては一旦見直すととうことで 賠償,賠償の継続が今、実施されているところです、そしてその後、ですね、えー、与党の復興加速化本部から第5次提言が出されたということになりました、えー、昨日、福島県の原子力損害対策協議会も開催されて、えー、ここでの説明もあったというふうに伺っているわけです。ところが、この第5次の提言の中身を見てみますと、 営業損害賠償については、1年先送りした期限をつけたものというふうになっているわけです、そこで復興大臣に確認したいと思います。私、2月の決算委員会でもこの問題を取り上げまして、えー、福島経済の復興再生に向けて、ですねあの本当に今打ち切るっていうようなことをやってはならないということで、撤回を求めた経過がございました。 このとき、えー、復興大臣は、地元事業者の事業再開の状況紹介あ、数字も紹介されまして、大変厳しい状況にあるという認識もお示しになったかと思います。あ,のあれから4か月ということで、えー、事業再開がです、ね、地元で進むような状況の変化というのが、竹下復興大臣。 えー、まず数字からお答えを申し上げますと、先般お,あのお話をしたとき、えー、平成26年4月時点の調査では、福島の場合、地,ご地,、えー、地元で事業を再開した事業者は、商工会会員の おー約53そのうち地元に帰還して再開した事業者は約15%でございました、それがその後、27年3月時点の調査結果では、事業を再開したあ事業者数は商工会会員の約56%、地元に帰還して再開した事業者は約20%、わずかに 帰っていただける、あるいは事業を再開していただく人は増えておりますけれども、引き続き厳しい状況にあると認識しております倉林明子君あの確かに数字も示されましたけれども、依然厳しいという状況にあることについてはです、ね、認識も示されたかと思います。そここででで復興大臣は2月のの質疑の中でです、ね、あのこれまでも営業損害などについて かなりな支援がなされている今のところ帰れない地域についてはその土地あるいは不動産についてもかなりな助成がされていると承知していると答弁もされていました復興大臣に確認します賠償や助成もう十分されているという認識ですか竹下復興大臣 あの十分かどうかというのは認識をする考える人によって相当違うと思いますは一つは,一つはあのー、我々がやっております復興に関して言いますと例えば中小企業のグループ補助金については単なる復旧だけではなくて新事業にも手が出せるように内容を改めておりますしあるいは避難先で事業を再開していてこれを またあの、元の住所に戻ってくると、もう一回申請できるというふうに、相当柔軟な形に転換をさせていただいておりまして、我々としてはやる,やるべきことはしっかりやろうという思いで、このグループ補助金を使って事業を再開されている方々は、あほとんどがこのグループ補助金を使いながら、 事業をを再開をされていいるとううふうに認識ただ、賠償とかそう,そういう分野になりますと、われわれだけで決めれる話ではない、あの例えば文科省、あるいは経産省と東電も含めて、えー、今あ、検討されておる状況でございまして、えー、我々としては、えー 被災者に寄り添うという観点を十分、重要しつつ、公平かつ適切な賠償が行われるよう、各関係省庁とも連携をしてやっていきたいというふうに考えております倉林、はい、復興大臣え、さまざまな人の認識じゃなくて、ですね復興大臣としてかなりな、えー、賠償や助成がされているという認識をお示しになったことが、私はあの問題だと思ったんですね。 あの十分、十分行われているという印象を、えー、地元の方々受けられて、ですね、大変怒りの声、私にも寄せられたということを紹介しておきたいと思うんです。事業の再建にとって、賠償助成が大きなあの、まあ、課題になっているときにです、ね、復興大臣の認識としても問われているということですので、えー、この点は指摘をしておきます。えー、そこで、 あの2月の決算委員会で、岩井政務官ともやり取りをさせていただきました、えー、このときですね、えー、打ち切りの見直しについては言及をされませんでしたけれども、えー、関係者の皆様の意見を丁寧に伺いながら、国としても、えー、東京電力とともに検討しっかり行うことが重要だと。 いうふうふにお答えになりましたこの間、えー、損害賠償の対象となる関係者の意見っていうのを、えー、聞く努力をされてきたというふうに思うわけですけれども、聞き取りを行った人数はどうか、業種、また、えー、被害の状況を聞き取るなどの公聴会などは開催されたのかどうか、ご説明をお願いします岩井経済産業大臣政務官。お答えをいたします。 2月以降資源エネルギー庁及び東京電力の社員が地元に赴きまして福島県内の数にして87の個別事業者から事業の状況や今後の見通しまた賠償の素案へのご意見等を伺ってまいりましたあのこれは26の商工関係団体にまたがるものでありまして業種といたしましてはサービス業 製造業、卸小売業、観光業等が含まれております。あのなお個別事業者の生の声をですね今回深くまあお伺いしたいお聞きしたいというまあ趣旨もございましたので公聴会ではなくて直接伺ってお話を 伺ったとということでありますあの、まあ、情報の公開という意味では、えー、プレス公開の場として、えー、例えば昨日、6月の7日開催をされました、福島県原子力損害対策協議会におきまして、えー、同協議会の構成員からの意見、えー、提出、発言をいただいているところであります倉林明子君。87っていう数字はねあの、母体となる被害対象者。 被害事業者の数からいうと、本当にわずかな人数になっているというふうに思うんですね。あの総理は本会議でえ、損害賠償について、政府としては与党のご意見も参考にしながら、東京電力に対し、被害,被害者に寄り添った迅速、公平かつ適切な賠償を行うよう指導するというふうに答弁されておりました。え参考にするとうしたこののの与党の提言の中身が 打ち切りの期限をやっぱり明記したものになっているっていうところに、怒りの声がやっぱり広がってるんですね、え昨日の、えー、福島県、えー、原子力損害対策協議会のことが紹介されました、そこであの寄せられてる意見っていうのも、いうのを私もあの手にしておりまして、紹介したいと思うんですね、あの中小企業団体中央会。 の営業損害に対する意見です。営業損害、風評損害の賠償を平成二十九年三月で終わらせないでほしいと明記しております。えー、福島県の旅館ホテル生活衛生同業組合これはあの浜中会津で随分状況は違います、えー。こういうところでもですね、二年分一括支払いについては。 今後、原発処理作業等の事故による風評再発等も懸念されることもあり、一括払いは安易に受け入れる,受け入れることできないという声であります。で、病院のところもですね、深刻な状況になっているし、再建に向けてかけがえのない、えー、インフラということになるんだけれども、これを支えている福島県の医師会はですね、えー、損害に対してはもちろん、 今後何十年と与え続けるであろう損害に対しても、完全に賠償することを求めると、うん、はっきりされております、あのこうした声あの、結局先が見えないと、見通せないと、えー、事故の収束されるどころか、汚染水トラブル続くというもとで、期限を切っての賠償金とはあまりにひどいと。 地元の商工会からもあの驚きと怒りの声私のところに届いております。あのこの声をですねどう受け止めるのかということを、えー、岩井政務官聞きたいと思います。岩井政務官、えー、まあ期限を切ってのというお話でありましたけれども、まあこのたび与党第五次提言が示されました。あの。 与党第 5, 次第5次提言では、まあ、精神的損害賠償そして営業損害賠償について打ち切りの時期を決して示したわけではございませんあの与党第5次提言におきましては復興加速の環境整備そして長期避難の弊害解消等を図るために避難指示解除え準備区域及び居住制限区域については 遅くとも事故から、まあ、6年後までに避難指示解除するようにと取り組むとされているところでありますが、その上で、精神的損害賠償については、早期に避難指示を解除した場合においても、解除の時期にかかわらず、事故から6年後に解除する場合と同等の賠償を行うよう、国が適切に指導すべき旨が提言あったと理解をしております。あの従いまして 与党第5次提言は事故から6年後に避難指示が解除されていない場合のことを提言しているものではないと理解をしておりますあのまた営業損害や風評被害への賠償につきましては与党第5次提言において特に集中的な自立支援施策の展開を行う2年間において東京電力が営業損害風評被害への賠償について適切な対応や 国の支援展開に対する協力を行うよう、またその後は、個別の事情を踏まえて適切に対応するよう、国がしかるべく指導をすることとされておりまして、賠償の打ち切りを提言しているものではないと認識をしております、あの営業損害や風評被害への賠償の内容については、関係者からいただいたご意見、また与党第五次提言を踏まえまして、今後も内容をさらに検討していきたいと思っております。 倉林明子君もうこのご自提言を見て、出されている要望の中で、ですねこう打ち切られる案になっているっていう受け止めがされて、要望が出ているということを、私はしっかりあの踏まえるべきだというふうに思います。で改めて自立支援ということで、いろんなメニューも出されるということなんだけれども、自立支援策を提示するということ,ことを取り組むと同時に、ですね私、大事なのは、 すべての被害事業者の被害の実態、これを個別にしっかりつかむっていうことに、あのまず全力を挙げるべきじゃないかっていうのが一つ、で同時にですね、あの今もあの地元でも大きなあの話題になって、要は賠償が終わるんじゃないか、周期が提示されたのではないかっていう受け止めなんですよ。でこのののの賠償の周期を定めたのは現売信の 中間指針の第二次追放だっていうことで、議論もさせていただきました、えー、個別具体的な事情に応じて合理的に判断するということ、で基本的には被害者が従来と同じ、または同等の営業活動を営むことが可能となった日が合理的であると、こう明記されていることに対する、えー、こう明記されていることについて、今の時点で打ち切り時期と受け取られるような案になっているということについてね。 いや合理性がないと思うんですけれどどう説明されますか。岩井政務官 <laughs>、えー、中間指針の中身なんですけれども、えー、中間指針におきましては、えー、委員ご指摘のとおり、えー、営業損害の周期は基本的に対象者が従来と同じ、または同等の営業活動を営むことが可能となった日とすることが合理的であると、えー、これ、確かにそうされております。ただ一方で 一般的には、えー、事業拠点の移転や、えー、転業等の可能性があることから賠償対象となるべき期間には一定の限度があるということも書かれておりますあのまた同追放におきましては周期の判断にあたっては、えー、公共用地収容の取得に伴う損失保償基準等を参考にすることも示されておりますあのこうした点を踏まえまして 東京電力といたしましては、商工業の公共用地収容の取得に伴う損失保証基準の2年間分の2倍、この2倍というのは、今回の事故がです、ね、突然、そして広範囲に発生したということを鑑みまして、2倍とさせていただいているんですけれども、その2倍となる逸失利益4年間分を賠償するものとして、本年2月末を一旦の区切りとして、24年7月に一括して賠償を行って いたところでありますあの今回は、えー、与党の第5次提言におきまして特に集中的な自立支援施策の展開を行う2年間において東京電力が営業損害、風評被害への賠償について適切な対応や国の支援展開に対する協力を行うようまたその後は個別の事情を踏まえて適切に対応するよう国がしかるべく指導することとされております。これは 賠償の打ち切りを提言しているものではなくて、自立支援施策およびそれに合わせた賠償もご活用いただくことによりまして、事業者の方々の事業の再建、そしてなりわいの確保、生活の再建を図っていくものだと理解をしております村林昭子君。一定の限度っていうのは、ですね加害者である東電や政府が決められるもんじゃない被害の実態が続く限り、それ完全賠償の責任がある指摘して終わります。